と変わらず、現在も雰囲気の良さを感じさせる北大路欣也さん。そして、ドラマや CM にも出演されています。ところか、そんな北大路欣也さんがなんと老人ホームに入所しているというのです。お元気で活躍されていてなぜ、老人ホームに入られているのか。北大路欣也さんのイメージと全く結びつきません。今回は、そんな北大路欣也さんの老人ホームの場所と、老人ホームに入られているその理由について、調べてみたのでご紹介します。北大路欣也は、京都府京都市出身の1943年2月23日生まれ。現在年齢は79歳。ホリプロ所属。父は時代劇スターとして活躍した市川右太門。北大路欣也は、父が主演した1956年の映画、親子鷹で役者デビューした。以降は多くの東映制作時代劇に出演。1959年には、ドラマ、源義経、テレビ朝日、でドラマデビューしている。大学進学を機に現代劇への転向を図り、映画、海軍に出演。1964年には、シラノ・ド・ベルジュラックで舞台デビューした。以降は、八甲田山や、春の鐘、夢千代日記など映画作品を、中心に多く出演し、キネマ旬報賞、毎日映画コンクール、報知映画賞などで主演男優賞を受賞した。ドラマでも、大河ドラマ、龍馬が行くや、江戸川乱歩の美女シリーズ、華麗なる一族や、半沢直樹などに出演。長年の活躍を称えられ、紫綬褒章や、旭日小綬章を受章している。以降も映画、コンフィデンスマン JP プリンセス編や、ドラマ、記憶捜査3、新宿東署事件ファイルテレビ東京などに出演。2007年からは、ソフトバンク CM の、白戸家シリーズで、お父さん犬の声を長年担当している。北大路欣也の妻は、古谷長子という名の一般女性です。15歳の北大路欣也が初めて出会った9歳の少女を、この人こそ理想の妻、と見始めたというのも驚くばかりですが、その一途さは驚異のレベル。思い続けること北大路欣也21歳、妻15歳の時から交際をスタートさせ、13年が経過した1977年にようやく結婚に至ります。結婚後のお二人は、一緒にゴルフをしたり、自転車に乗ったりするほか、北大路さんが海外ロケの時には、陽子さんを連れて行くなど、とても仲が良いようで、2007年に行われた紫綬褒章受章記念パーティーでは、受章は30年にわたって支えてくれた妻のおかげ、と、奥さんへの感謝の言葉を述べられていました。ちなみに、お二人にお子さんはいらっしゃいません。2014頃に北大路欣也さんは介護付きの有料老人ホームに入居していた。と2015年に週刊誌によって報じられました。入所した老人ホームですが、実際のところはどこの老人ホームなのかは特定はできませんでした。様々な情報がありますが、一般の方が入れるような暗いイメージの老人ホームではなく、都内の一等地にある高級ギテルのような施設であると言われています。ゆったりとくつろげるカフェテラスや映画館、大浴場が併設されているというのです。さらに、介護付き有料老人ホームのようですので、そうなると、ドクターや看護師、ケアスタッフが常駐していて、何かあった時にもすぐに対応してもらえるようです。入居費用は5000万円を超えるそうです。芸能界の一線で活躍し続けている北大路欣也ですが、その活躍ぶりから年収はいくらなの?と気になっている方も多いのではないでしょうか。詳しく調査してみると、どうやら年収2億円という驚愕の事実が判明しました。1年でサラリーマンの生涯年収を稼いでしまうとは本当に破格すぎますよね。現在の北大路欣也の主な収入源は映画出演料、テレビドラマ出演料、CM 出演料の3本柱であると考えられます。映画出演料。北大路欣也は2020年に映画コンフィデンスマン JP プリンセス編1本に出演していました。ギャラは主演クラスですと映画1本300万円と言われていますが、キャリアによっては1000万円と言われています。北大路欣也クラスになると1000万円程度なのではないでしょうか。テレビドラマ出演料。北大路欣也の2020年テレビドラマ出演は以下の3本です。アライブガン専門医のカルテ、2020年1月9日から3月19日、全11話。刑事7人第6シリーズ、2020年8月5日から9月30日、全9話。半沢直樹2、2020年7月から9月、特別出演。北大路欣也の経歴からすると、1話あたりのギャラは300万円程度と言われています。そこから計算すると、
アライブ300万円 ×11 は3300万円。刑事7人300万円 ×9 は2400万円。半沢直樹2300万円 ×? 話?半沢直樹の出演に関しては特別出演ですので、どの程度のギャラをもらっているのかは謎ですので、半沢直樹のギャラを抜いてもテレビドラマだけで5700万円という破格のギャラを得ていることは明らかです。一流の俳優になると稼ぎも一流ですね。 CM 出演料では、北大路欣也の CM 出演料についてはどの程度なのでしょうか。ソフトバンクモバイル、くら寿司、2020年は上の2本に CM 出演しています。北大路欣也の出演料は1本当たり3000万円と言われています。2本と考えると6000万円程度と考えられます。上記に挙げたものだけでも収入は1億4000万円程度になります。それに加え、舞台や番宣を含めたテレビ出演など様々なギャラがあると考えられますので、2億円程度の収入があるのではないでしょうか。この老人ホームは入居金として数千万円かかり、食費などを含め月々数十万円の費用がかかるそうです。この金額を払えるあたり、相当の稼ぎを得ていることは明らかですね。介護付き有料老人ホームの相場は高額とはいえ、北大路欣也さんの入所されているところは超高級の老人ホームですね。情報を提供した週刊誌では場所までは特定していませんでしたが、有力なのは月島にあるサンシティ銀座イーストではないかとされています。ご夫婦仲も円満で、今までに不倫報道などはされたことはない北大路さん。老人ホームには王様と一緒に入所されています。その老人ホームは都内にあり、高級ホテルさながらの設備を誇っている。ロビーには高級ソファが並び、食事は都会の夜景を見下ろすダイニングで、専属シェフの手による日替わりメニューを味わえる。他にもジャグジーやラウンジなどを備えている。また、ホームドクターと専属の看護師がいて健康管理は万全な上、介護が必要な状態になった時にはケアスタッフによる介護を受けられる。サービスも施設も至れり尽くせりだ。だが、リタイア後ならいざ知らず、現役バリバリの北大路が、老人ホームで暮らしているとは意外である。しかし、なぜ、まだ現役で活躍されている北大路さんが、老人ホームで暮らしているのでしょうか。老人キムに入所した理由その1。実は老人ホームに入られたのは王様のためだと言われています。北大路欣也さんご夫妻にはお子さんがいらっしゃいません。そうなりますと、どうしても俳優活動をされているご主人の北大路さんは、常に自宅に帰れるわけではありません。王様はそうなると、自宅に一人でいることが多くなり、もしも何かあっても、すぐに駆けつけることはできませんよね。そういうことを踏まえて、奥様に何かあっても安心だから、今後のことを思っての入所だったようです。ご夫婦で、いつまでも仲の良い証拠だと思われますれ。老人キムに入所した理由その2。二つ目の理由としては、実の父親の件が影響を与えているようです。北大路さんの父親は時代劇のスターとして活躍した市川右太門さん。この方は千葉の老人施設で亡くなりました。世間ではその時の北大路さんの父親の老人ホームへの入所の経緯をめぐって、冷たいものだったという噂があります。兄弟増田両親の老人ホームに入所に対して納得した話が行われていなかったのではということを感じさせる話があります。最初は1999年12月に北大路夫妻が主催したお別れ会に、北大路さんの兄夫妻、姉夫妻が参列しなかったそうです。次に2001年3月に親族が主催した市川右太門を偲ぶ会誌には、北大路夫妻が参列しないという事態が起こりました。どのような事情があったのかは知れませんが、このような大きな行事に、どちらかが参列しないというのは仲が良くないのでは?と思われても仕方ないこと、勝ち知れないですね。ですが、北大路さんは女性誌の記事で老人ホームに入所させたのは、北大路さんの母である市川さんの妻が足が不自由になったため、夫婦二人で暮らすには生活に支障があり、公の家政婦さんに介護まで任せられなかったことを述べられています。家庭の事情というのは、外側からは分かりにくいものがありますので、北大路さんが冷たい人だと考えるのは良くないでしょう。実際に、北大路さんご夫妻は早い段階で老人ホームに入所されているわけですから、そちらの方が安全だから、と安心を優先されているのではないでしょうか。兄弟でも両親への思いは同じだと思いますので、考え方にズレがあったとしても、お互いに両親のことを思ってのことだと思います。できれば、
今からでも話し合う機会を作って、仲の良い兄弟に出るといいですね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。